はい、皆さんこんにちは。今日はバンドウィンナーボックスで三拍子の曲に挑戦してみましょう。今回もバンドウィンナーボックスのモードは DAW 用のプラグインでやりたいと思います。まずはじめにすることは DAW も三拍子にするということです。 DAW の各々の方式については自分の DAW で3拍子設定をしてください。画面にあるスタジオ1の場合、まずはカーソルを先頭に持っていきます。そして上の方のメニューのところに記号というのがありますので、記号のトラックを出します。そうしましたら、ここが4分の4というふうになっています。ここで右クリックをします。そして拍子を編集というのを選びます。するとここで3拍子を設定できます。3と打ちます。これで3拍子の曲ができるようになったわけです。そしてここで C にします。これから波長長の曲を作るからです。このように DAW を設定しましたら、こちらの方も変えたいと思います。ここではキーというところをクリックしますと設定ができます。メジャーのキーを設定します。またちょっと応用ですが、ここで例えばプラス1に変更したりするということもできます。こういうことですね。また元に戻します。ここで0を選びます。元に戻りました。このようにキーの変更をします。そして選択からスタイルの選択をしましょう。ここでは3拍子を選択したいので、ここで3拍子を選択します。はい、そうするとこんなに少なくなってしまいました。これでは選択肢がありません。なぜでしょうか。それはここにバラードロックというふうになっていたからです。こういう時は解除を選択します。そしてもう一度4分の3を選択します。はい、そうするとこのように多くなりました。じゃあここでカテゴリーをポップスにします。はい、そしたらこのような形で候補が増えました。でもかなりミディのフレーズが多いですね。今回は難しくないように、まずはリアルトラックのデータを見てみましょう。このスローカントリーワルツピアノというのを選択します。これを見てわかるように、先日お話ししました検索というのをいかに上手に使わないといけないかということがよくわかります。ちょっとデモを聞いてみましょう。はい、せっかく選びましたが、トラックに一つの音しか入っていませんので、じゃあこれをカントリーワルツの方を聞いてみましょう。はい、これ方が勉強をするのにはいいですね。じゃあこれを選択します。 OK を押します。はい、このようにリアルトラックができました。スタイルを選んだ時にこのようにもうプラグインの拍子が4分の3に指定が変わっているわけです。じゃあこれで生成をしてみます。はい、できました。これを選ぶときは、カスタムの全スタイルトラックを選択して出してきます。じゃあこれで DAW の方にドラッグドロップしましょう。あれ ?3 小節目から入るはずだったのに、ここに入っていませんよね。これはどうしてでしょうか?こういうことが起こる場合があります。
この各トラックを見るとテンポにタイムストレッチはするようになっています。こんなことが起こりましたら、このトラックを5つまとめて選択をします。この辺のところは DAW によっても違います。そして右クリックをします。するとファイルのテンポが未設定というふうになっています。先ほどスタイルを選んだ時に確認しましたように、110のテンポでできていました。ですからここで110を入力します。はい、そうしましたらこのように伸縮しまして、3トラック目、ここの頭に揃ったわけです。今どんな形か聞いてみましょう。はい、このように110のテンポが80まで落ちて楽曲が制作されたということになります。そして今回詳しくはまた別の機会にはしますが、この先どういうふうにアレンジを追加していくかという参考のために、少しおまけの話を追加したいと思います。先日から何度かご紹介しましたように、ここにあるコード進行というのはスタジオ1の方に持っていけます。ちょっとコードは一旦消しておきます。そしてプラグインウィンドウの右下のところに C7 と書いたボタンがありますので、それをドラッグします。その時にここのリードインはこのように消しておく方がいいと思います。こういうことですね。そして3小節目の頭にドラッグします。はい、このようにできました。このミディファイルの白玉のボイシングは5つのサウンドでハーモニーが出来上がっていますが、僕の使う U-JAM というのはあまり複雑になりすぎると良くないですので、このようにします。前回のおさらいです。これをコードトラックに引き上げます。そしてこのようにできましたら、一旦これを削除しまして、そしてまず音源を挿します。 U-JAM の VG シルクというアルペジオギターを挿します。そうしまして、このトラックに上のトラックからコードを入れるようにします。このコードはエリアとしましては、このように C4 の領域以上に入っています。これは U-JAM の約束ごとにもちゃんとマッチしていますので、これでアルペジオが弾けるようになります。ちょっとやってみましょう。全く合いませんよね。これは先ほどスタイルのところでも確認しましたように、今回のスタイルは8ビートのスイングをしています。ですからこういうのを入れても合わないということになります。そしたらここでこのようにまず3拍子のパターンがあります。それを選びます。これでちょっと聞いてみましょう。はい、3拍子には違いがありませんが、スイングをしていません。ですからここでスイングをさせてみます。
いい感じですね。ノリが合うと思います。ちょっとこれで聞いてみたいと思います。少しわかりやすいようにボリュームを大きくしておきます。はい、うまく合いましたね。ここらの詳しいことはまた別の動画ででも話をしていきますが、今日は簡単に触れておきます。こういう便利なツールもバンドインナボックスと同じように時短に使えばさらに効率よく楽曲制作ができるということです。今日はこのように三拍子の作り方と、そしてスタイルの選択の仕方の復習、そしてそれらを DAW に持っていった時のスイングでスタイルトラックにきっちり合わすというような方法を勉強しました。また次の機会楽しみにしていてください。村長でした。